はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、なんかスナイプはトリート来すぎじゃないこのガチャなんか初回無料分めっちゃ引いてる気がするんだけど、3回目とかじゃないかな。なんですが、まあ、今回もね、なんか初回無料10月28日23時59分まで1回無料だよということで、まあ、無料で引かせてくれる分にはね構わないということもあるので、まあ、ちょっとね引いていこうかなと思います。まあ、ピックアップは、選手の合コンね3体選んでおこうかなという感じですね。まあ、もしかしたらね、ボルグさんよりは、レッツコンプラスのランディの方が、実は戦力アップにねなるんじゃないかという説もあるんだけど、まあでもやっぱ合コンキャラ欲しいからね、まあどうしようかな、こっちだけランディにしてみるか。一応ね、まあほぼ出ないからそのピックアップ枠、ピックアップ枠単発でね、あの 1% の方引かないと出ないんで、でその上でピックアップ普通排出枠が 0.2% だから、まあランディね、ピックアップ選んだ方引こうとしたら 0.2% の中の 33% だから、まあほとんど出ないよねと思いつつ、まあ出ればね一気に45枚みたいだからでかいかなということで、じゃあ引いていきましょう。いけ、さあどうよ。はい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 、まあまあまあ、ラスト1枠がね赤黒いベルトだったらでかいぞというところですが、おっと、でも赤黒いベルト3つある。まずはリカルド、さらにミゲルか、でラストが、あのクンクーのクミちゃんね。はい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 、あ、白熱宮田 ×5 は当たりじゃない。あ、オッケーかな。ここはね結構嬉しい、白熱宮田くん、しかも5枚というね。まあ最速宮田の方は少し古いから、戦力にはならない上に1枚ということで、まあまあまあ、新しい方かける5で出てくれたのは結構嬉しいかなと思うけど、まあスタメン、あ、白熱宮田はまだスタメンにいるか。リカルドの方はスタメンから落ちちゃってるけど、白熱宮田くんはねまだスタメンにいるので、はいはいはい、いますね。あ、リカルドも残ってる。リカルドか、今の。あ、オッケー意外と戦力アップした今回。はい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 、なるほどね。そうかそうか。あ、しかも板垣と、板垣が10凸だから、これイラスト変わるか。いや、レッツコンプラスは10で変わんないのか、イラスト。なるほど、ちょっと待ってね。まあまあまあ、今回、重なったので言うと、リカルドがプラ6まで来ましたが、リカルド6だと、特に変わらないんですね。まあミゲル16って言っても、こっちもねサポーターの方はイラスト別にそんなに変化するパターンないからね。板垣11、板垣があれか、まあもう変わった後っていう感じだったか。そしてね、宮田くんについても、この宮田が、最速宮田ですね。最速宮田はそうか、前のイラストあれだったか。はいはいはい、あ、白熱宮田のイラスト変わったか。あ、変わったなこれは。はい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 、前こっちでしたね。なるほどなるほど。あー、でも前のイラストもいいな、この宮田くんに関しては。はい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 、そうね。あー、でもこれどっちだろうな。まあでも基本的にやっぱ後のイラストの方がかっこいい感じではあるか。なるほどなるほど。まあだからやっぱ次はボルグさんだね、イラスト動いてほしいといえば。はい、ということで、まあ今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。